てめえら、いい加減にしやがれ。女の子に何してるんだ。いや、群がられている。出さないです、助けてください。このバカガキ。てめえの鼻くそみたいな頭突きを食らうと思うか。葵さんたちを放せ。柱だぞこの野郎。この下っ端が脳みそ爆発してんのか。任務で女の隊員がいるからこいつら連れて行くんだよ。ナホちゃんは隊員じゃないです。隊服着てないでしょ。じゃあいらね。もうすぐ町屋敷に着くから。刀をなくすとはどういう了見だ。殺しに値する。すみません、すみません、もう本当にごめんなさい。死ね死ね。あと100回。待ちに待ったクリスマスだ。ねずこちゃんをクリスマスパーティーにお呼びしなってもいいように準備に抜かりはない。あった、ねずこちゃんだ。いらっしゃい、待ってたよ。メリークリスマス。来てやぞ。パーティーご招待ありがとう。ってなんだ、教えな。お前らは呼んでねえよ。別に呼ばれたことがないんだろ。その格好なんだよ。だからねずこちゃん以外は帰れよ。クリスマスがなんだか教えやがれ。俺は神だ、お前らはゴミだ。最初はそれをしっかり頭に叩き込め。具体的には何を司る神ですか。とんでもねえやつだ。いい質問だ。派手を司る神、祭りの神だ。俺は山の王、よろしくな祭りの神。何言ってんだお前、気持ち悪いやつだな。なんだと。やめるんだ伊之助。キモい。盗んでるやつに対しては嫌悪感があるんだな。そしてもう一度言う、俺は神だ。犬になれと言ったら犬になり、ワン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 。猿になれと言ったら猿になれ。猫背で揉み手をしながら俺の機嫌を常に伺い、前例でへつらうのだ。やべえやつだ。いいかお前ら、目立つことすんじゃねえぞ。ダメだ善逸。伊之助、落ち着け伊之助。待ち上がれこら。おい黄色いの、そこを動くな。そこの黄色い子、貨幣あるよ。綺麗なお姉さんがいっぱいだ。お前にはまだ早い。なんだこりゃ、人だらけじゃねえか。ちょっと申し。落ちてバカ。鋼塚さんの追跡は。それで食欲ねえのか。くれ。ああ、おいさんたちがなだめてくれなかったら昼まで続いていたと思う。おかわりいりませんか。くれ。鋼塚さんは今どうしてるの。縁側でみたらし団子を食べていらっしゃいますよ。なんとか機嫌も治ったようですよ。よかった。みたらし団子は鋼塚さんの大好物なんです。俺も食いた。炭治郎、こっそりまんじゅうもらってきたから。全然大丈夫。こりゃまた細工な子たちだね。打ち手はここをなんとかお願いできないかね。おかみさんに仕込んでもらえたら。悪いけどいくらいならいいけど。じゃあ一人頼むわ。真ん中の子をもらおうかね。一生懸命働きます。この子はうちで引き取らせてもらうよ。あんた確か荻本屋のやり手でござんすよ。荻本屋さんの方から目つけてもらえるた。こりゃありがたい。発車だな猪子。やだ、あたいだけ余ってる。お前らご苦労だったな。こいつら一体何者なんだ。ムキムキネズミたちだ。出ない狭いところへ赴き、ムキ切れず鬼退治に協力する。ムキムキ、要は派手好きな奴らってことだな。やるやつだぜこいつら。ムキ、
あの子シャミセンうまいわね。でもブサイクよね。便所掃除でも何でもいいんでもらってくださいよ。やるあの男、吉原一の花魁になる。一番位の高い遊女が客を迎えに行ってんだよ。それにしても派手だぜ。嫁、もしや嫁ですか。にもいるのみんなあんな美女っすか。嫁じゃねえよ。あら、イノコちゃん、慌てると危ないよ。静かな子ね。前は声が太いから絶対喋るなよ。裏声もヘッタクソだからすぐ男だってバレるぞ。マジでおしろってんだ、ちくしょう。少しは加減しろ、バカ。それじゃ修行になんねえだろう。やかみかぐら、キラの炭治郎。腹減ったのか、バカ。その強力さゆえまず俺の嫁を探せ。でもね、話だ。個人的な嫁探すか、おつか。はぁ、勘違いしやがる。言わせてもらおう。善逸、てれつなやつはモテないでしょうとも。あんた嫁が欲しいからって。かかってめえ。俺の嫁が遊郭に潜入して募集集に励んでんだよ。そういう妄想をしていらっしゃるんでしょ。そがきが、いやー。三人いるからな、嫁。嫁だ、だんてめえ、なんで嫁三人もいんだよ。なんか文句あるか。具体的にどうするんですか。俺の嫁は3人とも優秀な女から客よりももっと内側に入ってもらったわけ。すでに怪しい店は3つに絞っているから、俺の嫁を探して情報を得る。目も死んでんじゃん。どうも。だから俺んとこに鬼がいんだよ。こういうやつがいるんだって。それはあの、こうか、これならわかるか。そろそろうずいさんと善逸が定期連絡に来る。そうなんだよ、俺にはわかってんだよ。うん、こんな場合じゃないんだ、ごめん。夜になったらすぐに伊之助のいる荻本屋へ行く。一人で動くのは危ない。なんでだよ。俺のとこに鬼がいるって言ってんだから。あっさま悪いな、てめえは。ほっとり、うるさい。夜の間さんが見張っていただろう。いただだだだだ。善逸は消えたし、今は姿を隠してる。ちょっとペムペムするのやめてくれ。俺たちの階級カノエだぞ。上がってる階級覚えてるか。前は一番下の水の音だ。今は下から4番目。追いつかれた。ざまあ見ろ、ションベン漏らしめ。すぐに抜いてやるぜ。なんだとこの臭いのし。んのかこら。ムキムキ。いいか、見てろ、階級を示せ。どうだ。何それ。こういうことって知らなかった。鬼殺隊の印だ。はあ。元気出せよ。それでいいか。お前が言ったこと全部な。今俺が言おうとしてたことだぜ。そいつ触れるのに気やしねえぜ、総一郎のバカ野郎が。動きだ。この胸に。ネズミども、刀だ。ムキムキムキ。あいつやるやつだぜ。ムキムキネズミなんてしもべを用意してるなんてよ。俺も忍術使いてえ。ムキムキ。鬼退治ショート。何、どうしたの。化け物が、化け物が。そんなことあるわけないでしょ。じゃあ来て。ああ、ここか。見つけたぞ。覚悟しやがれ。ここしか入れねえというわけだな。この伊之助様には通用しねえ。の関節を張ってる男、頭さえ入ればどこでも行ける。衝突模型投げ。獣道じゃねえな。です。嫁が3人なんてありえないんだ。善逸も頑張ればいいじゃないか。そう、じゃあよしこさんでしょ、さないさんでしょ。禰豆子に報告しない。だんじろー、俺も忍びになろっかな。あら、今日から忍びの修行だな。いやー、なんだこれ。生きてる人間だ。女の腹巻きの中に捕まえた人間を閉じ込めと。えげつねえやつだな。何してんだこいつ。お前が何をしてるんだよ。様の食料庫に入りやがって。汚いね。汚い、臭い、クソ虫が。なんだこのミミズ。キモ。あの子も鬼殺隊。
何なのあいつは、なんて速さ。あれだてめえら、うるさいな。妻です。私あまり戦えないですから、期待しないでくださいね。弱気なこと言うんじゃない。だって私がミソクスなの知ってますよね。私マッチャーですよ。待ってる人みんな守りきるのは私一番に死にそうですもん。おいミソビどもがって逃げたぞ。うるせえ。それからだ。天元様、被害が拡大しますよ。私たちはいいから行ってください。おい、野郎どもさっさとしろ。うずい様のお通りだ。ボンジロ、今すぐ助けに行ってやっから、その前にくたばんじゃねえぞ。お前よく寝ながら走れんな。前見えてんのか。これならどうだ。てか祭りの神はどこ行った。せんだよお前ら、うん、祭りの神すぐすすんじゃねえ。行くぞ。祭りの神を見失ったじゃねえか。追い越される。派手に追い越される。お、見つけたのか。山の神、伊之助様の。これかまどねずこじゃねえか。派手に鬼太が進んでやがる。高田様の前でお見え切ってたくせに、誰も鬼化を派手にやれなんて言ってねえぞ。ちょっと待ちなさいよ。どこへ行く気。よくも私の首を切ったわね。まだギャーギャー言ってんのか。もうお前に用はねえよ。大体あんたさっき上限じゃないとか言ったわね。だってお前上限じゃねえじゃん。私は上限の6よ。だったらなんで首切られてんだよ。脳みそ爆発してんのか。説得力ねえ。ご到着者ボケ。俺は伊之助、善逸。善逸、寝てるのか。宇髄さんを加勢してくれ。加勢で安心しとけ。こら大暴れしてやるよ。この俺様、貴様がどこでいるの。すまない、俺は禰豆子を箱に戻してくれ。許してくれ。許す。ありがとう。言い残すことがある。俺は今までの人生。天元様死なせたらもう神様に手を合わせません。大事許せ。ちょっと黙らなさいよ。それが喋ってるでしょうが。足詰めてやるこのバカ女。牧場さんがいじめる。嘘だろ、何も言い残せずに死ぬのか俺。毒で舌も回らなくなってどうしてくれんだ。言い残せる余裕はマジかよ。よかった、無事じゃねえよ。六ね、一番下だ。上限の上限を倒したわけだ。実にめでたいことだな。褒めてやってもいい。ずいぶん遅かったですね。お遅いんですよ。そもそも来るのが遅いの。いやー、これ。伊之助、伊之助、伊之助、しっかりしろ。ん、毒でただれた皮膚が治っていく。腹減った、なんか食わせろ。伊之助、よかった。やめろ、気持ち悪いな。